ご覧いただきありがとうございます。今回こちらの素敵なシステムキッチンのございます一戸建て賃貸の方にお邪魔しております。非常に大きなこのキッチンスペースでもね、この素敵なこうグリーンの色味がですね、清潔感が漂っております。ね、本当にちょっとこう調理スペースもこのね、こういったところもですね、広くなっておりますので、まあ、調味料やお皿、いろいろこうたくさん置いてですね、広く使っていただくことができます。で、その分この収納スペースもたくさんございますので、そうですね、使い勝手の良いキッチンと3口コンロですね。そしてこちらには、まあ、あの電子レンジなどで、ね、ここに置いていただくような棚も、ついております。そしてここはリビングがドーンと縦長で広くなっておりまして、これだけの広いスペースですね、ダイニングテーブルもしっかりと置いていただくことができます。そしてリビングには和室6畳のお部屋が、続いておりまして、こちらは今扉を、ね、外して開放的な、作りとさせていただいております。奥には、ね、押し入れがございますね。ね、広い奥行きがかなり広くなっています。奥に2階のこう階段の、ね、スペースまでこう収納できるようにね、続いておりますね。こちらね、窓が大きくございますが、前はね、一戸建て、こう周辺のね、住宅地となっております。そして、そうですね、リビングのすぐ前、こちらの扉を開けますと、車庫と、なってます。カーポートですね、屋根付きとなっております。こちらね、弊社の軽自動車置いておりますが、かなりスペースも広くなっておりますので、大きめの車でも、悠々と止めていただくそうですね。こちらが広い玄関スペースですね。シューズボックスも大変上までね、高く、大きなものがついております。こちらが洗面スペースですね。大きな流し台がございます。で、洗濯機置き場、そして浴室ですね。涼しげなタイル張りのお風呂となっております。追い炊き機能もついておりまして、洗い場もね、大変広々としております。一戸建てということでね、あの水回りの窓も、たくさんありますので、まあ、換気がしっかりと、できますね。そしてこちらがウォシュレット付きのお手洗いですね。ここね、洋式で使いやすそうになっております。そして手すりが、ついております。階段を上りますと、2階ですね、お部屋が3つございます。まずこちらが、上がって右手のお部屋、洋室ですね。ここは大きな出窓、そして横にも窓がありますのでね、非常に、明るく光が入ってきております。日中でしたらもう電気をつけなくても過ごせそうですね。でこちらには収納が大きくドーンとございまして、洋服をたくさんかけていただくことができますね。そしてこちら、反対側の洋室ですね。こちら窓が2面ありまして、まあ、出窓ですね。まあ、出窓もね、やっぱりちょっとこう雰囲気が素敵で、まあ、これも荷物を置いたりできますしね。で収納ですね。たくさん収納を、ございます。で最後にこちら和室、6畳ではなく 7.5 畳、広いですね。広い広い畳のお部屋となっております。でこちらには、2階のバルコニーが、ついております。こちら東向きですね。朝日の入る、バルコニースペース、屋根もねついております。でこれだけ広いね、和室のお部屋気持ちいいですね。押し入れもしっかりとついております。こちらね、今も静かな、住宅地となっておりまして、少しでれば近鉄塩見や JR 奈良駅の方にも、すぐに出れるような便利な立地環境となっております。詳しい情報は弊社のホームページでぜひご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のマスキーでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。